俺が告白？おいおい、そんなバカな。え、告白？プライドの高いあなたには無理でしょうね。決着の時ね、先輩。あ、先輩なんだ。あ、そうか。え、先輩なんだ。へえ。ゲンジ君、来たよ。さあ、メグ。気高い君が大衆の馬鹿げた集団の圧力に屈するのか、見物だね。君の強胆さ、試させてもらうぜ。メグちゃん、行っちまえよ。あなたも私も、彼の手でまんまと引き出されてしまったわね。ほら、勇気を出して。頑張れ、姫様。頑張れ、役立つ男。さあ、告白しろ。どうする？セーブしよっか。これか。ええ、ありますとも。僕はメグを告白させます。ゲンジ、いいわ。あなたの勝ち。告白してあげる。ま、これで依頼は達成。くだらん。はぁ、参ったなぁ。参った、参った。ねん、あなたの負けよ。けれど、私が告白してあげるのだから、満足でしょ？告白してくれるなんて嬉しいね。このまま告白してもらってもいいけどさ。困るんだ。それじゃあ俺の負けってことになるからね。ええ、負けよ。どうかね。まだまだ邪魔は入るぞ。ほら、そこ。意義！意義あり！俺の話を聞け！あらあら。まだ諦めてないの？ガモ君は何なの？君は。一目惚れしたの？おっと！悪しき権威の手先！偽物王子は生きていた！引っ込め、ガリベンメガネ！お前の出番は終わりだ！水道橋、俺が一番成績がいいんだぞ！そこじゃないのよ、メグちゃんは。人間味を求めてるのよ。こら！ああ！また飛ばされとる。うん。迫真のやられ演技だ。見込みがあるぞ、田畑くん。彼は一瞬で退場していきました。あらら、期待外れだ。しかしまだまだ。まだまだなんだよね、秋葉源氏よ。往生際が悪いわ。覚悟を決めなさい。この舞台から降りることはできない。さてどうかな。メグ、胸元のあたり涼しくないか？いつの間に。あれ、表情変わったな。抜き取られた。まさかいつの間に。え？ブラジャーですか？ブラジャーを抜き取ったんですか？レン君？レン君さ、メグちゃんのこと押そうとしたりさ、メグちゃんのブラジャー抜き取ったりさ、え？変態では？なに、このゲーム変態ばっかりか？レン君。さあ、思い人の前に走り寄った可憐な女子生徒、彼女がついに口を開く。ああ、盛り上がってきた。楽しかったぜ、ゲンジ。じゃあ終わらせるか。せーの。ああ、あそこの茂みに何か怪しいものが。は？何言って。何かとても危険なもののような気がするぞ。何？ブラジャー？突然叫び出した略奪少年。私、怪しげな物体の正体を探りたいと思います。ざわざわ。ねえ、どういう？ああ！これは手榴弾！爆弾がこんなところに！あれ？あ！なるほど！胸元が涼しいって、おっぱいとおっぱいの間に隠していた手榴弾のこと？はあ、なるほどね。
なんだと?本物です。本物の手榴弾が。これは危険です。避難して。大変だ。先生を呼べ。逃げろ。あらら、確かにそれは本物だった。ただ信管は抜いてあったそうだ。要するに不発弾。あの後警察やら消防やらが来て大騒ぎ。告白騒ぎも不発弾事件のせいで吹き飛んでしまった。創立記念演劇、今後はどうなるのかしらね。特化生のやる気次第かしら。そうそう、上澄先生。先生はなぜか最近ぬるぬるツヤツヤしている。何でも必死に掃除をしているらしい。どこを掃除してるのかしら。言えた。そして。びっくりしたね。あんなところに爆弾があるなんてね。私が身につけていたもの、いつの間にか抜き取られていたわ。大した人ね。なんだよ、ブラジャーじゃねえのかよ。あれ君のか。そりゃびっくり。しらじらしい。そんなことどうでもいいよ。それより勝負だけど。告白失敗ね。あなたの勝ち。約束通り私を好きにして。いや、それがね、俺は勝ってないんだな。なぜ？はじめはお前をおもちゃにしたかった。遊びがいがありそうな女だからな。だが、俺の胸中で違う感情が生まれちまったようなのさ。メグ、俺の言いなりにならなくても、もて遊べなくても、お前が欲しい。お前にそばにいてもらいたい。お前の愛が欲しいってな。まあそういうことさ。俺はどうやらお前に本気で惚れちまったらしい。そう。こんな馬鹿げた感情を俺に起こさせたのはあいつだ。秋葉源氏。ああ、屈辱だね。まるで俺が凡人になっちまったみたいでね。あなたが人間らしさを取り戻したということよ。くだらんね。メグ、俺はお前の前から消える。あとは好きにしろ。そう。理由を聞いてもいいかしら。ま、強いて言えば、俺自身をこのクソつまらない感情から遠ざけるため、かね。さようなら。楽しかったわ。俺もだよ。じゃあな。バイバイ。あなたの最後の告白、悪い気はしなかったわ、レン。さようならレン。また会えるかもしれないわね。こういう感じ。全然違ったわ、想像してたのと。なるほどね。いやー、レン君惚れちゃったね、メグちゃんに。いい女すぎてね。あ、タマちゃんじゃん。メグさん、少し嬉しそうでしたよ。ふーん。ジュース、今回得た報酬です。どうぞ。いらねえよ。今回の分は、全部お前にやる。なに、ここ繋がってたの？あら、どうしたんです？先輩らしくもない。お前も大いに働いたからな。褒美だよ。羽里高校起用。書くのに苦労しましたよ。あの書庫に忍び込むのも。創立記念演劇だって。そんな伝統本当にあったのかしら。ま、今年からそれが伝統になるかもしれませんね。無駄話はいらないよ。はいはい。それでは。タマ、俺はここを去る。これからは自由にやれ。え？私を捨てるんですか？その代わり、面白いのがいるだろ？普通科に。秋葉くんを紹介してくれて感謝してます。さよなら、先輩。情報屋タマ。その女も、お前への置き土産だよ、源氏。その日、八王子蓮は姿を消した。そして同日、水道橋メグも羽里高校特別科を去った。はへー！
ゲンゲンの手のひらの上かと思ったら、レン君の手のひらの上だったわ。羽里高校キーを書いたの、タマちゃんだったんだ。レン君とタマちゃんは、どういうやべえ、すげえ、怒涛の展開すぎて、もう語彙力がない。あ、永田くん、永田くん、俺の青春は、俺の純愛は、永田よ。思い知っただろう。青春の幻影の白状さ。そして残酷さを。いじがや、よずや。お前は今、それに気づいた。我らも、通った道だ。俺は、間違っていたというのか。自分を責めるな、永田。我らもこれで迷いが払われた。我らこそ、お前の真の無念を分かち合える。はあ、迷える俺を、導いてくれ。もちろんだ、永田。これを授けよう。なんでここムービーなん？ああ、装着された。ここの演出凝りすぎだろ。あ、思考思考言い始めた。聞こえるか？ああ、聞こえるよ、市ヶ谷。あの少女はどこに？彼女は幸せな恋愛生活を送っているのか？あの子か？転校したよ。お前が告白しようとした後、すぐな。お前に会うと気まずいからかもしれないな。お前のせいで。バカ永田、俺たちに当たるな。俺は、この学校を、嫉妬の炎で焼き尽くす。こうして彼は、青春の暗部に出した。彼はその後、ダース永田の異名で恐れられることになる。嫉妬の心は、暴心！永田くん。ああ、闇落ちハンサム永田。マスクの上にメガネ。割と厚い。深海魚に興味がある。マジックで七三分けを書いている。潜水用ヘルメット。気痩せするタイプ。格闘タイプ。永田くんが、闇落ちしちゃったよ。これだけが悲しいな。ゲンゲン。はぁ、あ。チェ、依頼は失敗。報酬も取り損ねちゃって。最終段階まではうまくいってたんだ。でも、手榴弾ってなんだよ。いきなりそんなのおかしいだろ。結局最初から最後まで八王子におちょくられてただけか。チェ。それにさ、あの子、メグとか言う。ずるいよな。いきなり転校しちゃうんだもんな。ま、しょうがない。よう、ゲンジ。おっさんか。転校生を紹介するぞ。今日から普通科1年に入るってさ。ねえ、妙な時期に転校するもんだね。女子だぞ、おい。お前も喜ぶぞ。喜ばないよ。ほら、ゲンジに挨拶してやんな。いいってのに。はぁゲンゲンにしては珍しく声でかかったね。今日から普通科1年に転入する、飯田橋メグよ。
は？よろしく、源氏。ちょっと、おっさん、どういうことなの？はっはっは。なんで君が普通科に入り直してるのさ。しかも学年を下げて。え？学年下げて？あ、じゃあ、めぐちゃん一個上なの、ゲンゲンの。へぇー！どの学年かなんて、私には意味がないわ。いや、だからって、自分から進んで下級生になるってのも変な話だぞ。あなたと同じ時間を過ごすためよ。は？秋葉源氏、あなたには人の運命を操る天性の才があるわ。え、ないよそんなの。その才能を有効に使うべきよ。利用できる機会を積極的に求めるべき。めんどくさいこと言うね。人の運命なんて僕が変えるもんじゃない。いいえ、あなたはすでに一人の女子生徒の運命を変えた。え？私は今日からあなたの駒。何でも言うことを聞くわ。ちょっと、勝手に決めないでくれ。私は役に立つわ。味方につけておいて損はない。あなたの活動、受け負った告白以来、それを必ず成功させる。私も加わるわ。参ったなぁ。狙いは報酬かい？いいえ。あなたはむしろ報酬を取りすぎる。これでは依頼が来ない。は？現金報酬はやめるのよ。もしも金銭が動くことがあるとしても、現物を返したものに。そんなこと勝手に決めないでくれよ。多くの依頼を受けるの。そして、成長するのよ、秋葉源氏。うわぁ、とほほ。今後もよろしく、源氏。笑い事じゃないぞ。なんでメグに付きまとわれる羽目に。いやー、これ最高ですね。いやー、でも水道橋からこのタイミングで飯田橋になるんだ。なんで名字変わったんだろう。別人になるためかな。なんだよこれ。おっさんのやつ、来たら問い詰めてやる。あの教師は退職したわ。は？報酬を渡して退職してもらったの。冗談言ってるの？こんな冗談を言っても何も面白くないでしょ。なんでそんなことしたんだ。あなたの周りをうろついてほしくなかっただけ。なぜ？あなたを見つけ出したのは彼。でも彼といたらあなたはダメになってしまう。どれが冗談なのか本気なのか全然わからないよ、メグは。これからあなたには、私がいるわ。おっさんがそんな言い分に同意するわけ。まあ、同意するだろうな、あのおっさんは。メグ、おっさんにいくら渡したの？報酬に、手切れ金として少し上乗せを。少しね。秋葉くん、今回は楽しめたわ。あなた面白いわ。もう終わったんだ。気安く話しかけないでほしいね。あら、私を仲間にしようとしたくせに。今なら考えてあげてもいいわよ。うん、いいえ、あなたの助けはいらないわ。おやおや、よく見たらメグさん？学校辞めたって聞いたけど。私は普通科一年、飯田橋メグ。特別科のことなんて知らないわ。へえ。面白い。なんで普通科に？源氏に悪い虫がつかないようにするためよ。今もこうして。おいおい。うひゃー、怖い怖い。でも面白い。面白い話ではないのよ、タマ。はいはい。じゃあ私は退散しようっと。またね、秋葉くんにメグさん。恐ろしい。怪しい人間に惑わされてはダメよ、源氏。怖い怖い楽しいめぐちゃん、すごい。なんか、底が知れないミステリアスなところが本当にたまらんね。
だってめっちゃ金持ちやん。手切れ金とか言ってるし。何？あ、おっさんだ。あ、レン君だ。おい。なんだ。おっさんか。花里を辞めたんだってね。俺も行くぜ。ほっといてほしいね。まあまあ、相棒を無下にすんなって。情報を流してやってたろ。え？もう全部レン君と繋がってんじゃん。もうどうだ。そのせいで惑わされちまったんだよな。メグちゃんのファッションショーを見てのぼせちまって。大人よりできるお前も、一皮むきや純真な思春期の少年だったってか？あー、なるほどね。メグちゃんのことを好きになるように、おっさんが、あれ、あのブロマイドを渡したってこと？あんた、ゲンジに意図的に流すよう言われたんじゃないだろうな。違う違う、いやほんと。まあ俺がお前と通じてたことをあいつは知ってたかもな。役立たずな中年親父だね。まあまあ、才能あるお前にはプロモーターが必要だ。俺が面倒を見てやるから、なあ、組もうぜ。心配すんなって。お前ならゲンジの何十倍も稼げるぜ。金銭欲丸出しだな、おっさん。お前には学校は狭すぎた。さあ、これから楽しく行こうぜ。ま、勝手にしな。ところでよ、メグちゃんのビデオを早く返せよ。こくらせ。いや、絶対返さないよ。絶対レン君は返さないと思う。第4話、メグ、振り返る。いやー、面白かったねー。最初の導入部分でさ、そのレン君とかさ、おっさんとかさ、いろいろ新キャラ出てきちゃって、全然わかんなくて、最初ちょっと困惑してたんですけど、もう、キャラが濃すぎるね。わー、メグちゃん怖い。ゲンだってもう本当に恐怖感じてるもんね、ちょっと。でも、もうフレット監督って感じだよね。怖すぎるから、ちょっともう、この恐ろしさにはフレット監督っていう。いや、でも、レン君とおっさんは結局ね、どういう感じの人たちだったのか、そこの部分はわからなかったね。わー、永田くん。ああ。四谷くんも市ヶ谷くんも一緒にね、これで嫉妬激励隊ができたってことですね。いやー。ああ、演技指導してる。ガモくん、そっからもう演技指導するように。ん？ガモくんもう、そっからね、中野さんにお世話になってるってことか。ダメ出しされてるね、これね。さあ。嫌な過去を思い出してしまったわ。あ、違った。これ、メグちゃんじゃなかった。メグミちゃんだった。あの時、奴は皆の心をもてあそび、結局あの子を自分の元に引き入れて。やっぱりそうなるんだね。私まで奴に利用されてしまって。お姉様、どうなさったのです？いいえ、ユラ、なんでもないわ。そうですか。今思い出しても腹の立つ！めぐみちゃんはやっぱりただただね、純真無垢だったから踊らされてただけだもんね。でもあの頃から考えるとめぐみちゃん髪伸びたね。いいね。さあ、ゲンゲン。というわけでね。ふえー、リーダーとめぐさんの出会いってそんなんだったんだ。めぐも最近は穏やかになったけどさ、僕は今でもビクビクしてるのさ。なぜビクビクしているの？あ、メグさん。あ、いや、その、なんでも。にやにや、メグさん、怖いですね。リホったら、何のことかしら。ほら、リーダーったら冷や汗かいてますよ。暑いのね。そろそろ教室に戻るのはどうかしら。はーい、次の依頼までさようなら。リーダー、これからも頑張りましょうね。うん。ごくり。メグ、心なしか目が光ってたぞ。ああ、ほんと。彼女に会って、僕の青春狂っちゃったな。お！なら、俺がメグをもらおうか。
いやいや、あんたにだけはメグは渡さな。気のせいだよな。あいつの声が聞こえた気が。幻聴に怯えるなんて、こりゃカンタのこと笑えないよな。あれ、そういやカンタはいなかったな。カンタ、どうせまた幽霊でも探してるんだろうけど。カンタくんになるんだ。カンタくんで終わるのか今回の話は。おへえ。さあ、カンタくん。いひひひ、ここで栄冠がビンビンと。カンちゃん。え？泣き虫カンちゃん、すぐに泣く。え？お、ジーエンド！はへー！え、ジーエンド？あ、そっか、ジーエンドか。はあ、あ、でも、そうなんだね。エピソード4で、to be continued にはならないんだね。一応これ、番外編みたいな感じでやってたってことなのかな。で、続きが出る予定だったけど、制作がちょっと難航してしまってって感じか。でもね、皆さんにいいお知らせがありますよ。エピソード4が終わってしまって、小倉市はもうここで終わりかなと思いきや、なんと、最近、小倉瀬 S が出ました！ということで、小倉瀬はまだ終わりませんよ！また、次の小倉瀬 S でお会いしましょう！またね！面白かった！